ということで始まりました、今回はこちらレッスルイングリッシュサバイバー、1ですねの実況プレイということでやっていくんですけれども、これもですね放置してると、画面が積んでしまいますので、とりあえずそうですねここでお話ししようかな。オプションでいいかな。はい、ということで、今回からこちらのレッスルイングリッシュ、実況していくわけなんですけれども、あ、 BGM これ下げれますね。ちょっと下げましょうか、まあ、こんなもんで、でまず、そうですね、私 DARS と書きまして DARS と申します。よろしくお願いします。で、このレッスルエンジェルスなんですけれども、どっから話そうかね。まずじゃあこちらのソフトをね、なんで手に入れたかっていうことから話しましょうか。時をさかのぼり、何年ぐらい前ですかね、今から7、8年ぐらい前ですかね。僕が中学通ってた時にですね、いとこのお姉さんがいまして、クリスマスかなんかの時だったと思うんですけれども、ダス君プロレス好きよねと、まあ、ちょうどその時からですね、あっちの団体になるんですけれども、 WWE っていうところから、まあ、日本のねプロレスも含めて、どんどん好きになっていてですね、もともと親父がプロレス好きだったのも影響してるんですけども、ちょっとそういうところで、一番中学生の頃がプロレス熱が熱かった時っていう風に言ってるのではないかなという時期がねなんですけれども、その時にですね、そのいとこのお姉様が、まあ、買ってくれたんですよね。廉価版がね、3、4000円かな当時、ぐらいだったと思うんですけど、買ってくださいまして、まあ、その時受け取ったわけだったんですけど、まあ多感な時期でね、これ言ったらその、まあ、エンジェルスなんで、まあ、女子プロなんですよね。女の子たちがこういっぱい出てくるっていう形の、ゲームになってまして、ちょっとねそういう時期だったので、なんかこうこっぱずかしかったのかな、ちょっと当時のね僕に聞いてみないと分かんないんですけど、ずっとプレイしないままですね、この7、8年間まあ眠ってたわけですよね、言ったらね。まあ、そんな作品なんですけれども、まあ、そんなこんなでね、せっかく買ってもらったのに、やんないのもちょっとあれだなということで、今回ちょっとやってみようかなというふうに思いまして、まあ、収録に至ったわけなんですけれどもね。はい。まあ、このゲームっていうのはそうですね、まあ、プロレスとシミュレーション、ざっくり言ったらそんなような形のジャンルになるんですけれども、僕がシミュレーションそんなにやるタイプの人間ではないので、まあ、最悪ね、もうどうしても、なんでしょうかね、どうしようもないっていう風になったら、もう実況打ち切りになる可能性もあるので、ちょっとやばい感じなんですけれども、まあ、できるだけね、頑張っていきたいなというのは思いますが、まあ、そうですね、それはおいおいっていうような感じでしょうかね。本当にどうしても無理ってなったら、もう、ね、皆様のご助力を得てプレイするか、打ち切りになるか、まあ、どっちかと思うんですけれども、まあ、そういう形でやっていきたいなという風に思います。で、マニュアルもですね、ざっくり読んだぐらいなので、本当に何もわかんないですね。あ、それから初見プレイですね。はい。多分動画のタイトルにも書いてあると思うんですけども、完全初見プレイなんで、本当にね、キャラ一人知らないような状態ですね。まあ、システム動画もそうですけれども。まあ、そんな中でもね、収録という形になるので、ちょっと、ぐだる可能性しかないんですけれども、まあ、あらかじめ言っておきますとですね、
なんでしょうかね、あそこの判断誤ったのはおかしいわみたいなね、そういうしょうもないコメントを送られてもですね反応しないので、そのつもりでよろしくお願いします。なんかアドバイスとかね、感想だとかそういうようなものであれば別にいいんですけども、たまにですねよろしくないコメントしてくださる方がねいらっしゃるんですけども、まあその方たちは置いといて、まあ楽しめる人たちだけでねこうやっていきたいなというふうに思っております。でこのゲーム、まあプレステ2のゲームなんですけども、もともとレッスルエンジェルスというのは PC のゲームだったんだな。で今回サバイバーということでリメイクって言っていいんですかね、あまりそっちの、お話っていうのはよくわかんないんですけども、まあそういうような形になってまして、まあそうですね、BGM のこの音量しか下げれないっていう形になってるので、もしかしたらキャラクターのね声が大きすぎて私の声が聞こえないみたいになってる可能性がまあないではないので、とりあえずパート1の方は音の問題であるとか生まれるかもしれないですね。一応後から、確かめておきますけれども、まあそうですね、ぐだぐだ喋っててもしょうがないので、ね、僕がどうもパート1になるとこうね入りから喋りすぎてしまうというところがあるので、とりあえず、まあストーリー的なモードがあるのでそちらやっていきたいなというふうに思います。このマネジメント団体系モードですね、これがまあ試合っていう形のモードが多いので、とりあえずこちらやっていきたいなというふうに思います。はい、ニューゲーム、それからコンティニューってことなんですけど、まあ初見なんで、ね、ニューゲームですね。団体系を最初から開始します。プレイヤー数を決定、プレイヤー数、あ、1人プレイだから1でいいのかな。はい、1人で団体数を決定してください。プレイヤー数プラス1団体が最初の団体数。あ、まあ最低2団体ってことですよね。まあ自分の団体と、最高5団体。まあ3団体が分かりやすいですかね、それであれば。2だとちょっと寂しいですよね。3団体にしましょうか、じゃあ。ファイナルシリーズが開催されるまでの年数。ファイナルシリーズって何だろう。なんかレッスルマニア的な、集大成的なやつですかね。あ、なんか50年とか結構だな。50年って、いや、引退とかあるのかな？よくわかんないですけどね。最低1年ですか。まあ、10年にしておきましょうか、とりあえず。はい。プレイヤー1。あ、これ僕ですかね。団体名称。うわぁ、考えてなかったな。団体名称ですか。まあ、ここで時間食いすぎてもあれですよね。やっぱりダースとか D は入れたいですよね。まあ WW とかもそうですけども、なんかイニシャル取ってね、3文字ぐらいで収めるというかもしれないですね。どうしましょう。D。ダースの D。ダース、メイクス、レボリューションだったらちょっとパクリになっちゃうからね。どうしようかな。レスリング。レスリングで R。どうしましょうか、はい、DMR まあ時間かけすぎてもあれなので、とりあえず1周目はこれサクッとしてやっていきましょう。ああ、そうなんの、そうなっちゃう感じ。そうかそうか、略称は後から決める。いやでも長すぎて入らないですよね。ダースメイクスレスリングみたいなどうしよう、カタカナで入れればいいのかな。いや、それでも入んなくないか。入んないね。どうしよう。団体名称ね。そうだな。何がいいかね。とりあえず、そうですね。自分の名前は入れておきたいですよね。ダース。全然いいのが思いつかないんだけど、普通にあれかな、略称と一緒でやっても特に問題ないんですかね。であればそっちの方向でやっていきましょうか。ちょっとね、あまり尺使いすぎてもあれなんで、決定と。細かいところはね、1周目なんでなんとか目つぶってもらうってことで、はい、略称もそのフルのね、名前も一緒ってことで。あ、団体マーク、マークですか。この8種類しかないのかな。そうですね、パッと見て今いいなと思ったのはユニコーンかオオカミですかね。羽もいいですね。ユニコーンかな。プレイヤー1の本拠地、本拠地ですか。西北海道、東北海道、あ、いろいろあるですね。どうしよう、まあどこにしてもそんなに問題ないんですかね。
やっぱりここはね、でっかい道で行きましょうかね。でかく行きましょう。サイズで言ったら西の方がでかいですね。じゃあ西で。この北海道の持つところがある方ですね。西北海道。うん、これでいいや。はい。米団体を決定してください。あと1団体必要ということで。僕3団体にしなかったっけ？まあいいや。まず太平洋女子プロレスですね。所属選手2名。2名しか所属してないの。なるほど。所属選手0名とかだけど、これはどういう激闘流？なんか0のとこ多くないですかね。ウォーズ。プロレスリングネオ。東日本中心法ようこの。サンダー・リュウコさんって誰なんだ？エストするプロレス団体。まあ、2名いた方がでもいいのかな。グレード・上原さんはエストするプロレス団体。じゃあこれにしましょうか。コントローラー、はまる。はい。勝手に1団体も決まってるって感じですかね。はい。あ、4月オフィスですね。井上貴理子さん、なんかアシスタント的な方ですかね。あ、この方は喋らないのか。あ、秘書ですね。なるほど。あ、そうですね、団体の説明ってことで。あ、自分の団体所属選手一人もいないんですね。当団体が大会を興行するためには、あ、6人必要になると。選手は新人テストや移籍交渉で集めることができます。6人の選手を集めることができれば大会を興行できるようになります。まずはじゃあそっからってことですよね。まずは旗揚げ興行を目指して頑張っていきましょう。はい。旗揚げ興行が遅れると経営が厳しくなってしまいますので注意してくださいね。あ、じゃあもう早いうちからやっぱり動いた方がいいってことですかね。よろしくお願いしますってことで。ここで投げ出されちゃうの？何をされますかってことなんですけど、だからまず勧誘とか、選手はね、いないとダメなんじゃないの？人事でいいのかな？新人テストですね。入団テストを行い、新人選手の発掘を行います。スカウトもあるんですね。で、移籍交渉とかね。つっても他のとこもね、多くて2名とかしかいないですから。どっちがいいんだろう？スカウトとテストと。テストしましょうか、とりあえず。何 AP？COAP、使えば使うほどなんかいい選手が来るとかってことですかね。わかんないんで、とりあえず10にしましょうか。はい。新人テストを行っています。はい。あ、有望な選手が見つかりました。選手の上で四角ボタンで選手詳細。真田美幸さんでいいのかな。詳細データってことなんですけど、15歳ですか？若いな。HP130、信頼モラル50。この数値の見方もよくわかんないですよね。高いのか低いのかっていうのは。これは平均的なのかな。必殺技がステップキック、投げ技アームホイップ、それから、ね、決め技スリーパーホールド、ショルダーアタックとかいろいろ技もこれあるんですね。なるほど。どうしよう、この方やっとうべきなのかな。なるほど。なんかこうスポコン系の子なの。とりあえず丸ボタン押したんですけど。打撃力に光るものを感じます。あ、じゃあこの子は投げ技ってよりかは、ね、打撃に力を置いた方がいいってことですかね。不器用そうですが根性は人一倍ありそうです。この選手を獲得しますか。まあ今一人もいないんでね、とりあえず取りましょうか。ありがとうございます。一生懸命頑張ります。はい、お願いします。採用した選手はきっと活躍してくれるでしょう。なるほど。まずはこうやって人を集めていくわけですね。うん。ちょっといい感じの切り具合かな。15分とかですかね。ちょっとじゃあ、パート1はこの辺で一回切って、ちょっと音とかのね、問題あるかもしれないので、一旦切りましょうか。はい。では皆様ご視聴ありがとうございました。ちょっと手探りなんでね、ぐだる可能性ありますが、まあ、ちょっとずつやっていけたらなというふうに思いますので、これからもよろしくお願いします。それではね、また次のパート2の方でお会いしましょう。その時までさよならです。バイ。